御殿たちが修行するためわずかな時間を何とか稼いでいたが、ついに魔人ブーはしびれを切らす。やむなくピッコロは御殿たちが密かに修行をしている精神と時の部屋にブーを連れていくのであった。ここだ。だらだら歩きやがって。なんとか時間を稼いだが、外の1分が中では6時間になる。1週間は修行できたはずだ。頼むぞ。じゃ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 ーん、待っていたぜ魔人ブー。ん、あれか。そうだ、頼む。奇跡を起こってくれ。行くぞ。オッケー、ビュージャン。パンパカパーン、ゴテンクスター。行くぜ、スーパーサイヤ人。おお、フュージョンの後でもスーパーサイヤ人になれるのか。大丈夫なのか、それとも他にも大技が。クックックあるんだよな、とっておきが。でもちょっとピッコロさんをビビらせちゃおうかな、その方が盛り上がるし。だダメだ、もう大技を出せるようなパワーが残ってないよ。おしまいだ、この世の終わりだよ。貴様もこれまでだ、魔人ブー。貴様や我々のいた世界とこの世界とのたった一つの出入り口を破壊した。もう一生ここから抜け出ることは不可能だぞ。へえ。さあ俺たちを殺し、永遠にここで孤独に暮らすがいい、この何もない世界でな。お、俺の好きな、お菓子は。ここには
ない。もうな、なんで黙ってそういうことすんの。とっておきのすっごい技があったのに。お、お前もう限界だっていうようなことを言ってたじゃないか。あれは軽いジョークさ。かわいい嘘ってやつだよ。アホか。こんな時に何が可愛い嘘だ。あの家元に戻してよ。バカバカバカ。二度と戻せるか。バカ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 。そんなの嫌だ。信じられん。とてつもない木の力で次元に穴を開けやがった。しまった。消えた。何の音だったんだろう今のは。ラッキー。魔人ブー。ちょっと腹減ってきたからちょうどいい。何にしようかな。チョコに決めた。ダメだ。針の先ほどの穴も開かない。しょうがねえな。あれ使うか。なんだというのだ。なんだと思う。じゃじゃーん。おい、何を。イエーイ。お前それどうなっているんだ。どうなってるったって知らないよ。でもめちゃくちゃ強いんだぜ。なんて喋ってる場合じゃないんだよな。ちょっと変わったか。バカ、ちょっとどころの騒ぎじゃないで。すっごいすっごいすっごい強くなってしまったのだ。貴様ここにいた連中をどうした。へへ、ここだ。お食べちまったのか。チョコにしてな。Yeah!
粘っててよかった。お前と戦うの面白い。体力的にどうかは知らんが、精神的に少し弱ってきている。ヒッ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 、とどめだ。今度はもう元には戻れないぞ。バラバラになったのを火で完全に消してしまうからなのだ。あ、あれ、その頃。